レイトン教授と不思議な町、これまでのあらすじ。レイトンたちを狙っていた犯人はチェルミー警部に化けて遺産を奪おうとしていたドン・ポールだった。レイトンに追い詰められ姿を現したドン・ポールは捨て台詞とともに逃走してしまう。窓ガラスを割って自分たちを狙う犯人を突き止めたレイトンたちは塔を目指すことにしたのだった。はい、ということで引き続きやっていきましょう。毎週木曜日更新の木曜スペシャルクイズゲーム枠はこちらのゲームをやっていっております。レイトン教授と不思議な町、引き続きやっていきましょう。お、やるじゃん、やるじゃん犬。お、ヒントメダルを発見しました。ということでバッチボコにこの壁がぶち潰れて言葉が悪いんだね、壁がね、こう裂けまして半分に裂けまして、塔への道ができました。いよいよ塔を登っていこうというところですね。一体何が待ち受けているのか、どんな謎が解決するのか、やっていきましょう。はい、あ、この扉の前からスタートだよね。なるほど、もう扉を勝手に開けてくれるわけじゃないと、自分で開けなさいというセルフサービススタートです。さあ、ドアにも謎があるんでしょうか。うむ、75の謎を解いておるな。よかろう、塔に入るがよい。75解いてなかったらこの塔の中入れなかったみたいですね。よかったです。不思議なところですね。暗くてよく見えな。ん？はあ、うわあ、死んだな。これ死んだわ。生きてる。うん、いたたたた。怪我はないかい、ルーク。僕は大丈夫です。先生は？問題ないよ。それよりもここは？見たことのない機械ばかりですね。何に使うもんなんでしょう。先生、これ見てください。これは？ここに写ってるの町の人たちですよ。それにこっちには町の人たちの名前があります。先生、もしかしてこれ、もしかして誰かがここでこれで町の中を監視してるんじゃ。こんな気味の悪い部屋、早く出ましょう。ほら、向こうに階段がありますよ。ああ、そうだね。行こうか、ルーク。さあ、塔の地下にやってきました。75問解いてないといけなかったところ、109問で来てますね。うん、よかった、よかった。だいぶオーバーしてこれました。よかったです。やっぱクイズゲーム枠ですから、やっぱ謎を解いてなんぼですからね。うん。ストーリーは二の次ですよ。うん。お、なんか見つけたぞ。ファースト謎か？あれ？このノートは？どうしたんだい、ルーク。謎ではなさそうですね。先生、これ誰かの日記帳みたいです。もうすぐこの町も役目を終えるようじゃ。あんなに待ち望んでおったのに、いざとなると寂しいの。せめてお嬢様が幸せになってくれることを祈るばかりじゃ。かなりボロボロになってますね。ページも破れてるみたいだし。街で見かけたメモはもしかしてこの日記帳の切れ端だったんでしょうか。おお、お、ここか。あった。どこだって言おうとしたら見つかんのよね、大抵。謎はないんだね。意外と謎はないですよ、ここ。こんな謎ありそうなところに謎がない。誰か、おっさん、あなたは。またお前たちか。お前たちは何じゃ、どっちなんじゃ。ちょっと待ってください。何の話ですか。
やはりお前たち、わしの秘密を奪いに来たな。とぼけても無駄じゃ、わしには全部わかっておる。お前たちが町中嗅ぎ回っておるのも、わしの邪魔をしとることもじゃ。さあ38号を返すんじゃ。落ち着いてください。私たちの話を聞いてください。私たちはただ黄金の果実を探しているだけです。38号というのも何のことだか。黄金の果実じゃと？お前たち黄金の果実を探しているのか。ええ、その通りですが、何かご存知なのですか？ふむ、なるほど、そうか。お前たちが探しておるものはこの塔の最上階にある。だが、じゃがこの塔の謎は手ごわいぞ。お前たちに解くことはできるかの。なぜ僕たちにそんなことを教えてくれるんですか？まさか僕たちを罠にはめるつもりなんじゃ。そんなことをしても何の得にもならんわい。もともと黄金の果実を求める者に道を教えるのがわしの役目なんじゃ。まあ今回は余計な人間が町に紛れ込んだせいでわしも混乱してしまったがの。そろそろ教えていただけますね、この町の真実を。よかろう。わしの名はブルーノ。ナインフォード家の元使用人じゃ。今はこの塔で町の管理をしておる。町の管理。確かにあなたは町の人間全員の命を管理しているんでしたね。え？ルーク、君も見ただろう。町に落ちていた歯車や地下室に並んだ町の人たちの名前を。おお、歯車落ちてたよね。町の人たちはすべてブルーノさんが作った人形だったんだよ。おお。町の人たちが人形？人形ってどういうことですか？つまり精巧に作られたロボットのような仕掛けだ。こんなものが作れる科学者がこの現代にいるとは驚きだよ。ほう、まさかそこまで気づいておったとはな。どういうことなんですか？もともとこの町には存在していない。ラインフォード氏とあなたによって作られた偽物の町だ。そうですよね、ブルーノさん。その通りじゃ。ご主人様はいつの日か、遺産を受け継ぐ者が現れると信じ、わしにこの町の住人たちを作らしたんじゃ。そして黄金の果実をこの塔に隠し、守るように命じられた。謎を解き明かせる者が現れるその時までな。遺産を守るためにそこまでするなんて。ラインフォード氏にとってはそれほど大切なものだったわけさ。その黄金の果実という宝はね。なぜそんなことを？町や住人たちを作ってどうなるっていうんですか？おっと、少し喋りすぎたようじゃな。わしが教えられるのはここまでじゃ。さあもう行くがよい。お前たちに黄金の果実の謎が解き明かせるかどうか、じっくり見物させてもらうとするかの。とりあえず歯車の謎と神隠しの謎は分かったと。さあ、とりあえず塔の1階ですけれども、解決した謎を読んでおきましょうか。解決したのは歯車の謎。ロイの殺人現場とラモンがさらわれた場所に落ちていた歯車は、2人が倒れた拍子に外れてしまったパーツだった。レイトンはこの2つの歯車と町で起こる不可解な現象をもとに、町の住人たちが人形であることを見抜いていたということですね。さらに神隠しの謎。町で起こる神隠しは、故障した人形たちを夜な夜な怪獣する老人ブルーノが正体だった。ブルーノは機能停止した人形を塔の中で修理して返していたのだ。町の住人たちは自分たちが人形であることを知らなかったため、老人の姿は不気味に見えたのだろうということですね。自分が人形かどうかも分かってなかったということですね。なぜこういうことをしたのか、その答えがこの塔にあるんでしょう。登っていきましょう。先生、階段に近づけないようになってますよ。ふむ、ブルーノさんが言ってた手ごわい謎というのはこれだね。望むところさ。さ、やっと謎が出てきました。開始約10分でやっと謎が出てきました。弾を出せ4。あ、このスタイルね。最初は21手らしいですけれども、私はなんてかかってでもこれを解いてやると、そんな気持ちでございますよ。
八方塞がりだね。ああ、やっと開いた。これでどうかな。やっと開いた。210ロッテもかかったわ。すごいかかったね。無駄の少ない動きで抜けられただろうか。手数が多すぎた人はそれを減らすように考えてみるのも面白い。いや、面白くないっす。それは面白くないっす。よし、これで先に進めるぞ。ねえ先生、気になっていることがあるんです。なんだい、ルーク。羽橋のハンドルが取られて、僕やらドンポールが町から出られなくなりましたよね。誰かがわざとやったとしか思えないんですけど、誰の仕業なんでしょうか。ふふふ、確証はないんだけどね。多分ブルーノさんだよ、ハンドルを隠したのは。え？なぜブルーノさんが。ブルーノさんが言ってただろう。黄金の果実を求める者に道を教えるのが彼の役目だって。でも黄金の果実を求めている人間がどんなやつかはわからない。きっと教えていい人間かどうか見極めるために時間稼ぎをしようとしたんだよね。それって失敬な話じゃないですか。先生も僕もどう見たって悪人じゃないっすよ。ははは、どうだろうね。冗談はさておき、今回はドンポールなんてのも紛れ込んでいたからね。ブルーノさんも迷ったのだろう。ああ、そこも疑問なんですけど。ルーク、そろそろ先を急ごう。ドンポールの話はもうどうでもいいや。次の疑問は、塔を登りながら聞くよ。ドンポールなんかほっとっていいんだよ、つって。ハンドル、もうこれ解明でいいんや。レイトンの憶測の域を出ていないけどね、これに関しては。あ、ちょっと待って、前の部屋探し出して。あ、これでいいんか。これ前の部屋か。鍵がというか鉄格子がなくなったから別の部屋かと思ったよ。さあ、これは外か。外へ通じるドアか、これは。なるほどね。ヒントメダルは1個だけでいいんかな。さあ、2階です。塔の2階。あー、触ってもうた。このハテナはやばいなと思ってたんだよ。また通せんぼですよ。この塔を作った人は意地悪だな。おや、弱音を吐くのかい。とんでもない。この謎は僕が解きます。さあ、ルークが解く問題です。魔法陣、この魔法陣を完成させないと先に進むことができない。魔法陣とは、縦横斜めのどの列に並んだ数字を合計しても、その数が同じになるという不思議な配列のことである。すでに1と2は配置されている。残りの数字を使って魔法陣を完成させるのだということですね。1と2だけもうとりあえず設置されていると。適当に置いていこう。じゃあ1列の合計を243やから、9としよう。1列の合計を9としたらもうダメなのか。ん？9とした時点でもうこの9は置けなくなっちゃうから9じゃないんだね。なんだろう、何がいいだろう。とりあえず適当に置いてみて、9、1、6、16、合計16になるようにやっていこうか。これは16にはならんね。
15にしようか。でもちょっとこれ合計何にしたいか教えてほしいな。そこが分かれば楽やねんけど。7個の数字を当てはめていけばいつか完成するだろう。それで大変だというのなら中央の数を教えよう。5であると。中央は5。1と5を足して6。6。もうメダルも余ってるから全部使ってまおうか。まだまだ難しい？では、縦横斜め、で同じになる合計の数字を教えよう。15である。はい。ということで、1と5はもう確定。2も確定です。この中で、合計を全部15にしないといけない。ということみたいなんで、ここは9確定ですね。で、2と9と3やったら、15にならんか。4だな。うん。これで15になる。で、483は確定か。で、5と8で13。こうかな。うん。で、3と5と6。これでいけるかな？ 15 になるね。はい。一番下618も15になる。OK。これでいったやろ。さあ、どうでしょう？ OK。やった！合計の数がいくらになるかっていうのが分かるとすごい簡単になるよね。うん。それを導き出すのはすごい大変ですね。ドンポールはいつ町に入り込んだんでしょう。先生を追いかけてきたようだし、町に入るには跳ね橋を渡らないといけないですよね。ダイスさんがあんな怪しい男を見逃すとは。うん、どうやって町に入り込んだのかは私にはまだわからない。でもアンナさんのホテルには泊まろうとしたようだね。あ、そうか、ホテルの料金を払わずに消えた男、あれがドンポールだ。やつはチェルミー警部になりすまして屋敷に入り込んで、あれ？いつロイさんを？それは次の回に行ってからにしようか。さあ行こう。ああ、そういえば。これ、ハンドルの謎。これ見てなかったね。羽橋のハンドルを持ち去ったのは町の管理人ブルーノだった。ラインフォード氏の願いを叶えるため、黄金の果実を追っているレイトンたちを町から出さないよう町を閉ざしていたのだった。でした。さあ、111の謎ですね。引き続きいきましょう。さあ、コインを探していきます。さっき消費した分をここでペイしていきましょう。ペイされることを願いましょう。さっき使った分をペイされることを願っておりますが出てきません。上がりましょうか。さあ、塔の3階にやってきました。塔はまだまだ長そうですね。なんでこんなところにポーロさんがおんねや。スーパーひとしくん人形、いや、スーパーじゃない方のひとしくん人形がなんでこんなところにおるんだっていう。ひとしくん人形野郎がなんでこんなところにいるんだという、そんな疑問を持たざるを得ませんが、とりあえずいじってみますか。ああ、やっと人に会えたのです。このままダメになるかと心配していたのです。どうやってここまで来たんですか。まさかあの謎を解いて？わからないのです。地下水道をさまよっているうちにここにいたのです。不思議な話だ。で、どうしたいのですか？私たちが通ってきた階段を降りれば町に戻れますよ。落とし穴には気をつけなくてはいけませんが。
ああ、それだけ聞けば十分なのです。もう一つお願いがあるのです。階段と聞いて思い出した謎があるのです。これを解いてほしいのです。さあ、ポールの謎はやってきました。階段の謎、10階建てのビルの8階に用事がある。1階から階段を上がり4階まで来るのに48秒かかった。同じペースで8階まで上がるのにあと何秒かかるかということです。10階建てのビルの8階に用事があると。1階から階段を上がり4階まで来るのに48秒かかった。1階から始まっての2階、3階、4階。この3フロアだね。3フロア上がるのに48秒。っていうことを考えると、5階、6階、7階。ここでまた48秒かかる。48秒で、さらに8階、残り1フロア。1フロアにかかる時間は3フロアで48やから48÷3、16秒。1回上がるのに16秒かかるから48+16で64秒。あと64秒かかる予定です、私としては。ルーク、さあどうでしょう。私の回答はこれだ。オッケー、きた、大正解。当然さ、英国紳士としてはね。はい、正解。1階から4階までの階段は3階、4階から8階までは4階あるのだということで、1階登るのにかかるのが16秒だから 16×4 で64秒だということですね。ありがとうございます。これで安心して町に戻れるのです。変な人だな。人？あれ、あの人も人間なのか？そうだね、探検家だそうだが、恐ろしいほどに方向感覚はないらしい。どうやってこの街に紛れ込んだかはわからないが、不思議な人だ。あの人もブルーノさんを混乱させた原因の一つかもしれないな。確かに人なのかどうかも怪しいし、人だとしたら何なんだってなるもんね。あいつも黄金の果実を探してんのかってなるもんね。なるほどね、ブルーノさんもいろいろ苦悩があったわけだ。誰を信じたらええねんって。もう疑心暗鬼状態になってたんだね。ラインフォードのために何とかしようと一生懸命頑張ってはいるけれども、それを阻害するやつらばっかりだなってなったんだよね。そんな苦労が知れました。ブルーの死の苦労、なんとなく分かってきましたね。さあ、次なる謎です。また謎の鍵だね。そうだ先生、さっき探検家さんで聞き損なった、けど、ロイさんは一体？ルーク、この謎を解いてからだ。こいつは手強そうだぞ。さあ、続いての謎です。脱出パズル1。あー、はいはいはい。邪魔するブロックをスライドさせて、赤い大きなブロックを右側の出口から出してほしい。できるかな？これ箱入り娘ってやつですね。箱入り娘的なやつですよ。さあ、これでは全然動かせないから右攻めにしてみようか。全然動かん。全然動かなくなってしまった。こういうことか。ちょっと動いてきたぞ。ちょっと動いてきたはいいけど、
全くまた動かせなくなったぞ。やっといけた。やっといけた。むずいなぁ。これはむずいわ。何をやってるか途中わからなくなってくんねんもん。よし、解けたぞ。さすがです、先生。で、ロイさんについてなんですが。やはりロイさんを殺害というか連れ去ったのはドンポールなのでしょうか。おそらくそうだね。ドンポールを私を追いかけて屋敷に忍び込んだところでロイさんに出会ったのだろう。これは私の憶測だが、ロイさんは最初から倒れていたんじゃないかな。ラモンさんと同じだ。ロイさんも機械の調子が悪くなったんでしょうね。人形たちはたまに故障するからブルーノさんが町から回収してきてるんですよね。この塔の地下で修理するために。あ、そうか、塔に響いていたあの音は地下の機械が動く音だったんですね。ああ、きっとそうだね。人がいなくなった時に塔から音が響いたことの説明もつくね。彼はああ見えて優秀な科学者だということだから、動かなくなっているロイさんの秘密に気がついたんだ。早速研究したくなってロイさんの体を町から持ち出そうとしたはずだ。しかし黄金の果実という名の大富豪の遺産も気がかりだったんだろうね。それでチェルミー警部に化けて屋敷に乗り込んできたんですね。殺人事件をでっち上げたんだ。続きはまた後にしよう。さあ、最上階を目指すぞ。さあ、最上階目指しましょう。おう、街に響く音、ナモンの謎。ついでに屋敷の轟音も。あ、屋敷の轟音はまた違うんか。難しいね。さあ、どんどん解決されていきます。塔を登るごとに解決されていくこの謎たち。街に響く音、塔から響く轟音の正体は街の人形たちを修理する音だった。街が作られてから数年が経ち、人形たちにガタが来たためにブルーノがせっせと人形たちを修理していたのだった。ラモンの謎、老人に連れ去られる前から不調を訴えていたラモンは街の中で機能停止をしたところを老人に回収されていたのだった。塔の中で修理を受けたラモンは自分がさらわれたことも知らず、屋敷へと戻ってきたのであると。はい。さあ、残る謎も3つになってきましたが、登りましょうか。さあ、塔の5階やってきました。塔の5階になんでこの人がおるんだという話ですが。塔の5階になんでこの人が。どういう構造や、この塔は。えらい斜めやねんな。非常に斜めになっている構造ですが。ヒントメダル1個発見。もうないかな？なさそうですね。うっしゃしゃしゃ。またあったわね。楽しい謎はいかが？先生、なんでこんな塔の上にこのおばさんが。途中で追い抜かれたのだろうか。気がつかなかったが。むむむ、ブツブツ言ってないでこの謎を解いてごらん。さあ、謎の脚力ババアと。口が相変わらず悪いな。謎の脚力ババアとの謎対決です。隣のカードか。4枚のエースと1枚のジョーカーを伏せておいた。
次のヒントからカードの並びを当ててほしいと。クラブはハートのすぐ右隣にある。ダイヤもジョーカーもスペードも、スペードの隣ではないと。ジョーカーもダイヤもクラブの隣ではない。ダイヤもスペードもハートの隣ではないと。いうことで、この4つの条件に合うカードの並びを当てないといけません。クラブはハートのすぐ右隣。とりあえずクラブ置いて、そのハート。ハートのすぐ右隣ということみたいです。で、ダイヤもジョーカーもスペードの、隣ではないと。スペードの隣にダイヤもジョーカーも来ないのであれば、一番端っこかな？こうじゃないかなというところですが、ダイヤもスペードもハートの隣ではないということなんで、ダメか。じゃあジョーカー。スペードの隣、ハートの隣はダイヤもスペードじゃないと。ダイヤもスペードでもないということなんで、これだったらいけるね。うん。で、クラブの隣。クラブの隣は、ジョーカーもダイヤもないと。じゃあ、こう入れ替えて、スペードの隣はダイヤもジョーカーもないと。スペードの位置だけ決まらんな。スペードの隣はダイヤもジョーカーもない。でもハートの隣はダイヤもスペードもないんだよね。クラブの隣はジョーカーもダイヤも違う。スペードの隣はダイヤもジョーカーも違う。あ、これだったらいけるかな。クラブはハートのすぐ右隣にあって、スペードの近くにはダイヤもジョーカーもない。クラブの近くには、ジョーカーもダイヤもない。ハートの近くにはダイヤもスペードもない。ないです。いけた。これだ。これでどうかな。よーし、きた。謎は解けるから謎なのさ。らしいです。いけやした。うっしゃっしゃ、正解だよ。まあ、じゃあまた町で会おうね。むむむ。行っちゃいました。やっぱり僕らを追ってきたのでしょうか。つけられてるよね。ドンポール以外にもつけられてんだから。さあ、塔の6階にやってきました。すげえ構造だな。一旦外出なあかんねんで。塔を登ろうと思ったら一回外に出なあかんねん。めんどくさいシステム。さあ、次の謎ですね。ここもやっぱり謎の鍵ですね。これすごく難しそうですよ。解けない謎はないっていう気持ちが大事なんだよ。大切なんだよ。よし、私が解いてみよう。解けない謎はない。サン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 。1から9までの数字を1回ずつ使ってこの中に入れて3333になるようにするには、どの数字をどのように入れたらよいかということらしいですが、また難しそうやな。もう計算が苦手なんだって。
とりあえずヒント1、計算の問題だから地道に解くしかないのだが、コツはある。一番上の桁と下の桁から考えていくことだ。上の段の一番左は4が入る。それぐらい分かっている。そっから分からんからヒントを見ているんだよ。正解は2通りある。しかし同じ数が入るところもあるのだ。例えばどちらの階でも、下の段の左端は7である。お、ここまでの導きは合ってんの。あとの組み合わせが分かんない。上の段は左から412になっている。もう合ってんじゃん。ここまではここまで合ってて、あと分かんないのよもう。ここまで合っててあと分かんないのよね。こうか。いけたわ、やっと。41286-7953で3333になるね。すべての謎は必ず解ける。はい。謎は解けるから謎なのさ。無事、計算問題クリアしました。組み合わせは2つある。どちらも見つけられたかな？探したくないです。探さない。待ちもしないです。理論と根気だよ。ルーク、解けない謎はないのさ。ねえ先生、サロメ夫人の部屋の写真を覚えてますか？屋敷の庭に眠るマリアさんだね。そうです。サロメ夫人にそっくりで、屋敷の肖像画のアルマさんのお母さん。で、亡くなったラインフォード氏の日記を書いてあったのはサロメ夫人のことなんですよね。その通りだと思う。確かこうだったね。あれは本当によくできている。マリアが生きていた頃を思い出すようだ。そこです。僕は気づいたんです。僕は気づいたんですよ。つまりサロメ夫人はマリアさんの姿に似せて作られた人形だったんだ。そうですよね、先生。おそらくそうだろうね。だとするとこれは悲しい話だよ。日記にはこう続いていたからね。アロマはあれが嫌いなようだ。いつも避けるようにしてマリアの墓の前で遊んでいる。アロマはやはりあれに懐かない。お前の記憶を消し別の記憶を移したせいだろう。アロマには悪かったが私には耐えられなかったのだ。マリア、お前は私にとって一人だけなのだから。死は娘のためにマリアさんそっくりの人形を作った。しかし愛していた人のコピーと生活するのは辛かったのだろう。そこで人格を別人に入れ替えたサロメ夫人が出来上がったわけだ。アロマさんはそんな彼女を敬遠していたのだろう。もともと母親として作られたサロメ夫人は複雑な思いをしたのではないかな。先生、人形も悲しいのでしょうか。私にはわからない。でも彼らは私たちと同じように心を持っている気がするんだ。ルークはどう思う？僕はそうだといいなと思います。僕もそうだといいなと思います。お、サロメの謎。よし、じゃあ進もう。7回まで来ましたよ。だいぶ上がってきました。さあ、もうないかな。さすがにコインはそろそろ出てこない。出てこなさげですね。出てこなさげ。はい。ということで、さっき解決した謎、サロメの謎。サロメ夫人はラインフォード氏の亡き妻マリアの記憶と姿をそのまま写して作られた人形だった。本物のラインフォード夫人の墓が屋敷の庭にあることからも、ラインフォード氏の夫人に対する愛情の深さが伺い知れるということですね。はい、ということでございやした。じゃあこれ次の謎が最後にしようかな、今日は。はい、次の謎ラスト。本日のラスト謎です。あ、もうでも終わりか。どうなんだ、微妙なとこだな。
まあいいか、とりあえずこれやっとこう。その前に、この謎、この鍵の謎だね。さあ、謎がやってきました。謎100番。7つの正方形。図のピンとピンの間に直線を引いて、正方形を7個作ることができるのだという。正方形の大きさは同じでなくても良い。ただし、1つのピンを複数の正方形が共有することはできない。さあ、やってみよう。ん？ピンを複数の正方形が共有することはできない。これなんで線の色は変えれんの？線の色変えれる理由がわからん。正方形やもんね。これ共有してることになるんか。なんだと。共有システムむずいな。色変えても一緒か。一緒ない。色変えても共有は共有ない。これで7個。7個ってそんな、もう2つしかできてへんぞ。2つしかできてへん。実はほとんどの 正方形が傾いた配置になってる。また大きさもまちまちである。傾いた正方形になるピンの配置から考えてみよう。斜めね。あと1個どこだ？あと1個で完成のはず。わからんな。あと1個やね。一つだけ場所を教えてしまおう。左上の4つのピンをつないだ小さな正方形である。ちなみにこれは傾いていない正方形はこれだけ。左上の4つのピンやな。うん。1,2,3,4,5,6。やっぱあと1個足らんねんね。最も大きな正方形は左端の列、上から3個目のピンと右端の列、一番下のピンを含む。左端の列の上から3個目のピン。ほん。と、右端の列の一番下のピン。右端の列の一番下のピン。
いい？左下に斜めに並ぶ2つのピンを含む小さめの正方形と同じ大きさの正方形は3つある。とりあえずヒントに合わせて全部消すか。これとこれとこれは使うん。こうか。うん。これが一番大きい正方形。で、これと同じサイズの正方形が、3つあるんだ。1,2,3,4,5。これむっちゃむずくない？最後の最後にむっちゃむずいんやけど、これ正方形を7個 1,2,3,4,5,6。 やっぱ6個やで。お、来たか？なんかこれっぽいね。すげえいろんな角度があるのね。1,2,3,4,5,6,7 個行きました。色を変えればよかったね。すべての謎は必ず。わかりづらかったね。はい、無事謎解決でございました。よかったよかった。え？なんだって？謎は解けるから謎なんだって？らしいです。新しいパターン、新しいうざさのパターン、やったー、解けましたね。先生、この大きな塔ですけど、ここまで登ってきて中身は何もないようですね。そうだね、あのブルーノさんのいた地下室は別だけれども、地下室の機械で人形を修理するときに大きな、出る音が街中に響き渡るのはこの塔の構造のせいかもしれないね。なんでそんな意味のない塔を作ったのでしょうか。おかげで僕たちは大変な苦労をさせられてます。ふふふ、その大変な苦労をさせるために作ったのに決まってるじゃないか。黄金の果実に近づくものを試すための仕掛けなのだろう。なるほど、そうですね。不気味な外観もそのためかな。黄金の果実に、近づけないために謎の構造をしているということみたいです。そんな中、とりあえず今週はここまでしましょうかね。まあもしこの先すぐエンディング行ったとしても、まあ来週はとりあえず、いろいろね、クリア後得点的なものがあるので、そこら辺もできるのではないかと思ってますんで、とりあえず今週はもうとりあえずここまでします。はい。ということでまた次回、この続きでお会いいたしましょう。エンタのゲームインザボックス、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。